鳥山石炎、根弱がと属百鬼より、影らき影らき影らきは中国や日本の古書にある会長。経典、大蔵教によれば、新しい死体から生じた気が化けたものとされる。十分な供養を受けていない死体が化けたもので、教文読みを怠っている僧侶のもとに現れるとも言う。古典の画とにおいては、鳥山石炎の画集、根弱がと属百鬼に描かれており、 解説文には、中国の古書、新尊録からの引用で、姿は鶴のようで、体色が黒く、眼光は陶下のようで、羽を震わせて、かんだかく鳴くとある。この、新尊録には、以下のような中国の陰茨きの話がある。宋の時代のこと。天州の最次たという人物が、都の外の寺の宝堂の上で寝ていたところ、自分を叱る声で目を覚ました。 見ると、前述のような外観の会長がおり、妻が逃げると姿を消した。妻が寺の僧侶に事情を尋ねると、ここには、そのような妖怪はいないが、数日前に死人を仮置きしたという。都に戻って寺の僧に尋ねると、それは、新しい死体の木が変化して生まれた影らきとのことだった。日本では、江戸時代の書物、太平百物語に、 新村六に類似した影らきの話がある。山城国で、拓氷絵という男が寺で歌たた寝をしていると、自分を呼ぶ声で目を覚ました。見るとそこには、会長がいた。驚いた、拓氷絵が逃げ出して影から様子をうかがっていると、そのまま会長は姿を消した。拓氷絵が寺の長老に尋ねたところ、新しいカバネの木が、影らきになると大増強にあり、 最近寺に仮置きした死人によるものだろうということだった。影マラ木の名の由来は、仏教で悟りを妨げる魔物のマラに、影、鬼の字をつけることで、鬼、魔物の意味を強調したものもしくは障害を意味する、影マと、羅折機の混合されたものとの説がある。ありがとうございます。